民音音楽博物館は、東京都新宿区と兵庫県神戸市中央区にある民音文化センターに併設された音楽博物館。無料で公開されており、貴重な古典ピアノをはじめオルゴール、民族楽器などを鑑賞できる。運営は一般財団法人民小学協会。常設展示として、歴史的なチェンバロやホルテピアノ、ピアノが公開されており、 それらの多くが実演にて音色を聴くことができるのが特徴である。18世紀制作のオルゴールや蓄音機、世界の民族楽器なども公開されている。鍵盤楽器オルゴール、鍵盤楽器オルゴール、常設展示に加え、企画展示を開催しており、様々なテーマを掲げ期間限定で行われる。中でも、本館で行われる下記の子供のための世界民族楽器展は、 恒例展示となっている。講演会や各種コンサートを開催しており、観覧無料で参加者募集を行っている。主なものとして、企画展示のテーマに沿った講演会、各国の音楽を紹介するレクチャーコンサート、本館ロビーで開催するミュージアムコンサートなどがある。これらは2018年12月時点で96回開催され、26カ国。 地域の参加国数に及んでいる。東京の本館内にて、ライブラリー授業を行っており、12万点以上の録音資料、4万点を超す、楽譜、3万冊の音楽書を揃え、資料の視聴、閲覧と貸し出しを行っている。ウェブオープックを有しており、インターネットでの資料検索も可能となっている。民音研究所とは、2014年10月に、 音楽博物館付属組織として音楽と平和構築を研究テーマに設置された研究所。研究員による年次報告会の開催や学術交流などを行っている。民音50年史。民主音楽協会。ムシッド BB14106204。民音音楽博物館公式ウェブサイト。2019年5月閲覧。英語、中国語、韓国語。 普通語、スペイン語での博物館案内、ありがとうございます。